その犬の名前がダッチェスからレナに変わった時のことを彼女はきっと忘れません。それは名前だけでなく運命まで変わった大切な時だったからです。レナという名前とともに手に入れたのは新しい暮らし。それはずっと待ち続けていた夢のように幸せな毎日だったのです。ダッチェスは4歳の時ある保護団体に引き取られました。そこで新しい家族との出会いを待つことになったのです。毎日毎日施設には次々と見学の人が訪れます。人懐っこいダッチェスはそれが嬉しくて、人が現れるたびに尻尾を振りました。その姿は本来なら見に来た人を釘付けにしたことでしょう。すぐにダッチェスの愛らしさに気づき目を止めてくれたはずです。けれどダッチェスの前で足を止める人は1ヶ月経っても現れません。それはダッチェスの外見に原因があるものと思われました。彼女は生まれつき両目の下に大きな嚢胞があり、それが彼女の美しさを伝わりづらくしていたのです。彼女はとても不細工に見えますね。養子縁組されることはないでしょう。そんな風にはっきりと思ったことを伝えてくる人もいました。スタッフはそんな状態をとてももどかしく感じます。そしてダッチェスが幸せになる可能性を広げるため別の施設へと移すことになったのです。それは結果として大正解でした。新しい施設に移り、一時預かりの里親さんのもとでしばらく過ごすことになったダッチェス。実はその頃にはたくさんの問い合わせが施設に来ていました。施設の SNS への投稿を見て、ダッチェスを家族に迎えたいという人が次々現れたのです。施設では新しい家族探しと同時に彼女の嚢胞の治療についても改めて模索し始めました。これまでと違う獣医さんに相談したのです。するとダッチェスの嚢胞は彼女の視界を邪魔していることが分かりました。そのため手術で取り除く方がいいとの診断に至ったのです。すべてが良い方向に向かい始め、ダッチェスは手術を受けた後すぐに新しい家に迎えられることになりました。手術したその日に新しい家族が迎えに来てくれたのです。この日は記念すべき日となりました。煩わしかった嚢胞に別れを告げ、夢見ていた新たな生活を手に入れたのです。そしてダッチェスはレナという新しい名前をつけてもらいます。愛情を込めてつけられたその名前を彼女はすぐに気に入りました。レナと呼ばれるたび、自分は家族になったのだと実感し嬉しくなります。今では元気に遊び回り、家族にたっぷり甘えているレナ。彼女の運命は大きく変わりました。けれどレナの魅力そのものは変わっていません。もともと人懐っこく明るい性格だったレナ、それに気づいてくれる飼い主さんと出会い、レナは今幸せいっぱいです。愛されているという喜びがこれからますます彼女を輝かせることでしょう。毎日笑顔で暮らすようになったレナの瞳には、大好きな飼い主さん家族の顔がいつだってはっきりと映っているのです。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。